こんにちは、若葉です。前々回からアプライドエネルジックス2の実績、ネットワーク管理者、ネットワーク上の装置のチャンネルが2048個に到達するを解除するためにいろいろ装置を追加しています。これまでに追加したものは、この分子組み立て機とインターフェースの塊のタワーであったり、レーザー加工台とか、カーペンターやサーモニックファブリケーターなど、一台一台レシピが固定されてしまうものを増やして水増ししてみました。ですが、まだ ME インターフェースだけで800しか消費できてないので、まだまだ足りないです。さて、どうしようかなと。少し試したいことがあったので、クリエイティブワールドに来ました。とりあえずドライブとコントローラーを接続したものを用意して、これに伸ばして、インターフェースを5台つなげて、その上に適当にかまどでも設置して、自動クラフトのためにクラフティングストレージを設置する。レシピは原木と木炭で、レシピを5個作って、作ったレシピをかまどのインターフェースにセットしておく。適当にドライブに原木を突っ込んでおいて、木炭を発注する。とりあえず100個発注しておこう。これなら追加のプロセッサーが0なので、単一のスレッドで動くことになるから、これらのかまどのどれか一つに原木が入ってくるよねと。あ、これか。で、余った分が単一のスレッドでも満杯になると別のところに入ると。で、かまどが5つあるので、あと4つ CPU を追加して、あと適当に埋めて、これで処理数がかまどと同じ。4たす1で、これでかまどと同じスレッド数になったので、綺麗に分配されるんでしょうか。CPU の処理数が同じだとちゃんと分配されます。今度は中途半端にスレッド数を増やして7個にしてみたいと思います。ということで CPU の数を6個にして動かしてみたいと思います。この状態で100個発注して、追加のプロセッサーが6で、スレッド数が7。この状態でスタートを押すと、14、14、29、29、14、100を7で割った数が、それぞれ分配されてますね。じゃあ CPU を9個追加してスレッドの数を10個にしたらまた均一に分配されるのかな。 CPU を9個設置してこれで木炭を100個発注するとプロセッサーが9でスレッドが10で、これでスタートを押すとこのパターンだとちゃんと100を10で割った数が分配されてます。
ということで、今回は1個ずつしかなかった加工機械を10個ずつに増やして、チャンネルの消費を図りつつ、自動クラフトのスピードアップを図りたいと思います。今まで自動クラフトで作ったアイテムの中で、この 16384KME ストレージが確か3時間ほど1個作るのに時間がかかってたので、これ10分の1ぐらいにならないかなぐらいの感覚で設備を増設したいと思います。20分切らないかな。クラフティング CPU を今が4つあるから10個ぐらい発注しようかな。10個。これでいいか。じゃあ、はじめにやることは、マシンのレシピを登録して、増やすことかな。10個ずつ作りたいから、どうしようかな。いきなり共振を作ろうとすると、やたらと時間がかかる。これが時間かかるんだよね。受信コイルを登録して、まずはかまど、それから誘導加熱炉に粉砕機、溶岩るつぼに製材機、液体天地機、IC2 のマシンも増やしておきます。メタルファーマーにマセレーター、コンプレッサー、とりあえずエクストラクター。あとは、そうか、プロセッサがいるんだ。プロセッサを作るための刻印機を並べて、スティーブスファクトリーマネージャーで管理してるもの。クエストでマネージャーを使うやり方が紹介されていたのですが、これいっぺんに注文すると、ここのチェストの部分で材料がごちゃごちゃになって、詰まってしまうんですよね。だからこれ一回全部ばらして一個一個別々に管理した方が多分スムーズに動くんじゃないかと。で、刻印機のレシピが、あ、そっか、共振マシンフレームか。レシピの登録はできた。共振マシンフレームな、時間かかるやつ。オーバークロッカーアップグレードも地味に液体が要求されてめんどくさいやつ。IC2 クーラントを作るためには、確か、水をソーラーディスティラーで蒸留したやつを、このカンニングマシンで、ラピスラズリの粉と合わせれば、IC2 クーラントができる。蒸留水を一回ネットワークに突っ込んでから、カンニングマシンで粉と混ぜた方がいいのかな。その方向でやってみようか。そもそも蒸留水って入るのかな？確かめるためには一回、ボトルに詰めて、液体ターミナルから蒸留水を入れてみる。あ、入る。入るな。ということは、クーラントも入るかな？多分。IC2 クーラントは入るかな？入る。ネットワークに入れられる液体ですね。エンダータンクでネットワークに飛ばすかな、じゃあ。あ、これ共振マシンフレーム使うのか。時間かかるな。あ、一旦キャンセルして、レーザーもっと増やすか。レーザー。ダイヤとか黒曜石はいっぱいあるから、30個ぐらい発注してみるか。これもうちょっと空間に余裕があればよかったんだけど、どんぐらい増設できんだろう。と
とりあえず共振マシンフレームを発注しておいて、レーザーが出てる間にいろいろ増設してみようか。いけるしょ？どのぐらい横に行ける？あ、ここまで行けるんだ。まだ行けんのかな。おー、こんなとこまで。あ、ここはさすがに届かないか。これを中心として1,2,3,4 5マス。もうちょっと上に空間があればもっと置けたのかな、角度的に。12個ぐらい増設した。で、この状態で仕事率が1000。え、無限に増えるんだよね。置いた分だけ増えるよね。うん、まだ増えるな。33個増設して 1800RF チック。どんぐらい時間かかるこれ。5000万RF 割る1800で、1秒間に20ティック進むから割る20で1388秒。それを60で割ると23分。ほう、23分か。いいや、手元に5個あるから作っちゃうか、とりあえず。もう2つ。液体搬入バスをつけて、エンダータンクを置いて、チャンネルを変えるか。で、こっちはカンニングマシンを撤去して、あ、いいのか。タンクを置いて、チャンネルを変えて、あ、減ってるもんな。こっちが青で、こっちが赤。ドラムにちゃんと入ってきてるんで、これでよしと。で、これを IC2 クーラントに加工するようにしなければいけない。とりあえず仮設。クーラントの缶詰を自動化するためには、蒸留水を入れるのは変わらないよね。あ、液体の指定か。液体の指定は、ディスティラーウォーターを搬出バスに登録して、すると入ってきて、この後、エンプティーセルが入るようにすればいいんだから、ME インターフェースを置いてみて、レシピを実行パターンにして、粉とエンプティーセルを一個ずつ置けば、エンプティーセルに入った IC クーラントができる予定。ということで、これでいけるかな？インターフェースにパターンを置いて、イジェクターアップグレードを設置して、アイテム間でインターフェースとつないで、サーボをつけてあげて、これで多分動くよね。クーラントセルをとりあえず10個クラフトして、いけるか。減った。ということは作られた。いや、ちゃんと動いてるっぽいな。ちゃんとできた。
て、これを鈴プレートで囲む。1、2、3、4。そうすると樹形クーラントセルができる。これでオーバークロッカーアップグレードの自動生産が可能になるはずだ。これで刻印機の自動生産が可能になりましたと。プロセッサー1個を作るためには各種回路の金型と金ダイヤモンド純粋なケルタスクオーツが1種類ずつ必要で、それとシリコンとシリコンの金型をガッチャンコするやつと、それらをまとめてガッチャンコする刻印機が必要。16000キロストレージを作りたいときは、基本プロセッサだけで2200必要なんだよな。作成時間を10分の1にしたいっていう目標だから、各種回路用に10個ずつ刻印機を作って、シリコン用に10個もあればいいか。で、レッドストーンとシリコンと回路をガッチャンコするやつに10個で、5個あるからマイナス5、45個。エンダリウムインゴットが足りない。将来的にエンダリウムインゴットも大量に必要になってくるはずなので、このインゴットの作成も自動化したいな。エンダリウムインゴットを作成する手段が大まかに2つあって、まず1つがエンダー IO のアロイスメルターで、エンダリウムベースとパイロジウムの粉とエンダーパールを掛け合わせて作る方法。それか、ティンカーズコンストラクトの乾式精錬炉を使って液体のエンダリウムをインゴットの鋳型に流し込んで作る方法。この方法で必要になってくるのが銀と鈴とシャイニーとエンダーパールでエンダリウムができる。アロイスメルターの方法だと、まずエンダリウムベースを作るために、鈴と銀とシャイニーインゴット、これはさっきと変わらない。だけど余計にパイロジウムの粉が必要になってくるので、多分乾式精錬炉でやる方がコストがかからないのかなと思います。自動化したいんで、この乾式精錬炉以外に別の乾式精錬炉を作ろうと思います。ぐちゃぐちゃしてるしね。とりあえずタンク置き場に乾式精錬炉を組み立てて、どのぐらいのサイズにしようかな。こんな感じで乾式精錬炉を組みました。で、これにネットワークをつないでできるだけ自動化をしていく。自動化に必要なものは、とりあえず ME インターフェースはいるでしょ。で、赤合金ワイヤーが適当に持ってって、レッドストーン信号を送りたい、定期的に。あ、ここら辺だ。プロジェクトレッドの、タイマー、これだ。これを作ろう。陽極基板。レッドストーン4個にストーンウェーハー。ストーンウェーハーが、石を焼く。これも登録しておくか。石を1個焼いたら、ウェハーが2つできる。で、ストーンウェハー3つと、レッドストーン4つで、
陽極基板ができる。あとは陰極基板。レッドストーントーチが必要で、レッドストーントーチとストーンウェーハーで陰極基板ができて、今度は石とレッドストーントーチとストーンウェーハーで視神基板ができて、最後にストーンウェーハーとレッドストーン1個で導線基板ができる。で、これらを並べて、やっとタイマーができると。じゃあ今作ったタイマーとかで適当に動くようなものを作る。レッドストーン信号を蛇口に伝えると液が出てくるらしいので、とりあえずワイヤーをつけてタイマーをつける。これで蛇口に信号が行ってるはず。設定このままでいいか、適当で。で、制御ブロックの横にインターフェースをつけて、こう横に設定したら、インゴットが入ってくれないだろうか。で、あらかじめ溶融エンダーパールを入れておきたいので、あ、共鳴エンダーパールか。こいつを入れておきたいので、一回ここから外して、このドラムはここに持ってきて、蛇口をつけて、ここに液体ストレージバスをつけて、こっちにも繋いじゃうか。で、こっちの線につなげてしまう。で、エンダーパールをある程度入れておいて、まあ実験だから線ぐらいあればいいか。で、適当に止めて、これは人力。で、このインターフェースから、鈴と銀とシャイニーインゴットがここに搬入されれば溶けて、エンダリウムインゴットになって出てくるっていう計画なんだけど、ここ下削っちゃってホッパー設置して、ホッパーの横に適当にチェストつなげて、アイテム缶を使ってインターフェースに戻す。これで動くんじゃないか。あとはインターフェースに入れるレシピを登録すればいいか。必要な量は銀が1インゴット、鈴が2つ、シャイニーが1つ、で、エンダーパールはあらかじめタンクに入ってる予定。で、できるのが、エンダリウムがインゴット4つ分できる。ということで、銀が1つ、鈴が2つ。で、シャイニーインゴットが1つ。で、できるのがエンダリウムインゴット4つ分。これで、動くはず。インターフェースにさっき作ったやつを登録して、で、無線から、エンダリウムを1個発注すると4つできる予定。さて、ここに入ってきた。とりあえず入ってきた。いけるんでは？で、溶けた信号が送られて自動で排出されて、ここに入ってきてるはず。入ってくる。で、戻ってる。おお、ちゃんと動くね。
うん、ちゃんと4つ戻ってきた。これで一応、まあ、半自動的ではあるけど、自動化はできる。この部分は自動化できればいいんだけど、多分そういうやつはないでしょう。これでエンダリウムインゴットが自動化できるようになったことで、刻印機も自動化できるようになる。ということですね。で、うん、発注はできる。一応発注はできる。すごい時間かかるけど。刻印機を45個発注してみましたが、ちゃんと動いてるっぽい。ということで、長くなりそうなので、今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。このまま放置して次回までには必要なマシンが一式揃った状態で始めたいと思います。で、各マシンを10倍に増やした生産ラインを組んで、16K ストレージがどれだけ早く生産されるか見てみましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。